開発した監視カメラシステム天網プロジェクトは通行人や車の画像をリアルタイムで自動分析して特徴を割り出します2000万台の監視カメラを中国全土に設置する天網プロジェクトは世界最大のビデオ監視システムであると中国中央テレビが発表しました同局はこの監視システムは国民を保護する目であり犯罪者を検挙するためのものと述べていますが 中国のネットでは批判の声が上がっています。ネットでは家族が交通事故に遭った際、監視カメラの画像の閲覧を求めても拒否されたというコメントや、行方不明者の発見に全く役立っていないなどの意見が投稿されています。有这么大的一个 辗转反复被卖到各个省市，为什么不可以及时的去破除掉？如果真正把天网系统用于打击刑事犯罪，这个系统可能是个好系统；但是如果说用维稳的方式来使用这个天网系统，那天网系统就是变成一个屠杀人的利器。監視カメラの真の使い道は何なのか、人々は疑問を抱いています。吉林市市は数億元を投じて監視カメラを設置しましたが。 2013年に乳児の殺害事件が発生した際、犯人検挙に全く使用されないため、ネットで不満の声が上がりました。監視カメラ網は一般的な刑事事件を検挙するためではなく、治安維持のために使用されると中国メディアが報じています。天網プロジェクトの主要任務はファールンゴン弾圧であると明記した中国共産党政法委員会の文書も報じられました。天網プロジェクトは2004年、 公安部により始められました。設置になったファーウェイは、報告書で2006年までに投資額は100億元に上ったと記載しています。 当时，江泽民呢，把镇压法轮功当成头号政治任务，在镇压资金方面呢，基本是不设上限的。所以呢，天网工程也好，金盾工程也好，都是以镇压法轮功为名建起来的。但是建起来以后呢，受害者就不只是法轮功群体了，而是扩大到监控所有的异议人士以及一切需要维稳的对象。ネットでは、天網プロジェクトは人民のためと言いながら、人民を監視し、某政権を守るためのもの。 といった批判コメントが投稿されています。ファーウェイの報告書によると、天網プロジェクトの前身は、公安部のネット規制、金順プロジェクトです。そしてこの金順プロジェクトの主導者は、江沢民の息子の江面光であると、経済学者の河西連氏は指摘しています。一部の都市では、監視カメラが氾濫しており、北京や上海などでは、一本の電柱に60台近くもの監視カメラが設置されている箇所もあります。 プロジェクトをめぐって汚職が行われているのではとの疑いの声も上がっています。新東人テレビがお伝えしました。